はい、おはようございます。深井村です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、もうちょっとニコニコしてるんですけど、実はですね、ちょっとね、辛い話になるかもしれません。聞いている方のね、捉え方によってはそういう風になりかねないので、まあそこではちょっとね、ご承知ください。で、何がね、辛い話になるのかっていうとですね、辛い話というかね、まあ明るい話も一緒に入れてね、話をしたいかなと思うんですけど、まずはですね、米農家さんの話と、その後畑、家庭菜園、そしてですね、まあ今後どうなっていくのかっていうところですね、ちょっとね、話をしていきたいと思うんですけど、結論からね、先に言うとですね、多分5年、10年後はですね、田舎の田園風景、要は今だったらもう稲穂が垂れて、神戸を垂れる稲穂かなーなんていうね、そういったシーズンに入ってると思うんですね。ただこれが、見ることがね、なかなか難しくなる。要は逆にですね、荒廃した、土地に変わっている。まあそういうね、ことが起こるんじゃないかなっていうふうにね、思ってます。思ってるというかですね。で、まあ、この後ね、田植えをしているね、農家さん、米農家さんとかね、そういった話にね、ちょっと、触れていきたいと思うんですけど、で、これなんでかっていうと、やっぱりですね、農家さんの、活躍している年齢層って非常に高いですよね。農家さんは。後取り問題とかですね、少子化問題とかいろいろあってですね、その、今のね、農地をどうにかですね、もうね、後期高齢者を超えた人とかですね、まあ後期高齢者っていうのは75歳以上の方を後期高齢者というんですけど、まあそのもう少し下の世代ですね、例えば64歳から75歳未満ぐらいの方とかですね、そういった方が農地をですね、今、どうにか代々受け継いでるので、頑張ってやってるんですね。頑張って、もう雑草だらけにしないとかですね、どうにか作物を作ったりとかですね、そういったことをやってですね、まあ今の景観をめちゃくちゃ頑張ってですね、まあ維持してるっていうのが現状なんですね。で、まあこれもですね、まあその中に、頑張って維持してるっていうと、ちょっと辛いですよね。だから、まあその中に、やっぱり、楽しいとかですね、やって面白いとかですね、取り組んで、アイデアを出したりとかですね、学ぶとかですね、工夫とかですね、そういったものを入れながらですね、皆さんどうにか、この農地をですね、活用しているっていうのが現状なので、まあその家庭菜園をですね、やられる方とかも多分増えてきたと思うんですね。で、まあそういった現状があって今の景観が保たれている。で、これが5年10年後には総崩れをしてくるっていうね、そういう話なんですね。まあただね、この悲観と楽観の部分もあるので、一概にそうとは言い切れないんですけど、まあ要はですね、ここから今度米農家さんの話に行きます。で、米農家さんって皆さん多分米作ってなんぼや、米作ってくれている農家さんでしょうっていうふうに思ってると思うんですけど、実はそうじゃないんですよ。それだけじゃないんですよ。ここがね、結構キーワードというかキーポイントでですね、米農家さん、もちろんね、その収益目的によって経営をされている方もいらっしゃると思うんですけど、一概にこの日本はですね、農地法というのがあってですね、その農地法によってで、様々な人たちが農地をたくさん持ってるわけですね。で、この農地が集まって、この地域ごとにですね、やっぱり農事というのがあるんですね。農事。農業のことと書いて農事というんですけど、まあそういったものをですね、しっかり取り組んでやっていきましょうっていうことがあります。まあもちろんそれ市町村の方とかもですね、一生懸命こうね、頑張って、継続できるように、支援をしてくれたりですね、いろんな方たちの支援を受けて、その農地というのはね、安定的に保ちましょう。できるだけ、継承して、その農地をですね、活用していきましょうということをやってるんですけど、ここでですね、
まあ要は、やりたくてもできない。そういう方もたくさんいらっしゃるんですね。例えばどういう方かというとですね、食事をすることはできる。要は料理をして食事を作って食べることはできるけど、買い物に行けないという方もいるんですね。はたまたですね、寝ることはできる。要は布団があって寝ることはできるんですけど、畳んでしまうことができないという方もいらっしゃるんですね。まあこういう老老世帯みたいな方たちがですね、農地をたくさん持ってたりもします。こういう方たちが、まあたくさんいらっしゃるわけですね。ですから、自分の生活がままならない中で、この農地をですね、どうにか継続できるようにね、頑張ってやってる方たちもたくさんいるんです。もう草をね、生やさないようにとかですね、隣の農地に迷惑かけないようにとかですね、そういった方たちもたくさんいらっしゃるんです。これがですね、例えば団塊の世代の人たちとかですね、そういった人たちがですね、今頑張ってます。まあ先ほど言った64歳から75歳未満の方たちとかもですね、非常に圧倒的な層を占めてるわけですね。この64歳以上、例えば80歳未満ぐらいの方の年齢層が非常に高いので、まあ先ほど一番最初に言った5年、10年後にはその方たちが何歳になりますかってことなんですね。ここが、僕が言っているですね、この今の農地の景観というのは5年、10年後には見ることができないんじゃないのかなっていうことがあります。で、要は米農家さんの話をしたと思うんですけど、米農家さんは米を作ってるだけが、要は使命じゃないんですね。これはですね、先ほど言ったような人たちの農地も一手に借り受けて、これはですね、借り受けてんですよ。で、その地域をですね、荒廃させない。そういうことをですね、使命としてやってる方たちがたくさんいらっしゃいます。たくさん。本当にたくさんいらっしゃいます。これね、頭が下がりますよ。本当に頭が下がります。そうやって皆さんが生活しやすいようにやってくれている人たち。要は当たり前という部分の、この当たり前を作っている方たちがいるわけですね。その上で例えばお米を食べれる。今の生活ができる。そういったことを作ってくれてる方たちが自分の身を削ってやってくれてるわけです。これには本当に頭が下がります。僕の地域もですね、まあ一つの地域ですよね。市町村区の中の、もう少し小さなね、こう、部落っていうかですね、そういう中でですね、やっぱりですね、農地をね、持ってる方ってそこに点在してたくさんいるわけです。で、このたくさんいる農家さん、まあ要はもう農家じゃないんですよね。農地管理できないんですよ。で、正直うちもですね、田んぼをですね、いくつか貸してます。貸してるという言い方はちょっとあれなんですけど、どうにかやってもらってます。これ設備がないと米農家さんってできないので、設備ね、一から作るとほんとね、みんなもう借金して、地獄って言うとあれですけど、とんでもないことになるので、もともとね、先代、そのまたの代、いろんなね、方たちがいるんですけど、これ潰れていくものもいればですね、それを継承して頑張ってくれてる方がいます。僕の地域にもですね、片手しかいないんです、今、米農家さん。片手ですよ、片手。これで、いくつもの先ほどの農地をですね、どうにかこの片手の人たちで草だらけにしないように、で、そして生産性を上げるように頑張ってくれてるんです。頑張って。これがですね、まあ頭が下がるという。ですから、米を作って販売をする。これだけ収益を上げることが目的ではなくてですね、それだけではない大きな役割を担ってですね、頑張ってくれているっていうことですね。まあ本当ね、米農家さんいつもありがとうございます。
というしかね、もう本当言いようがないですね。で、ここからですね、今度家庭菜園。まあ、こちらの方に話をちょっとしていきます。で、今後ですね、この家庭菜園っていうのが、まあ、より進化をしてですね、農業、要は農の技ですよね、なりわい。この農業の方に、シフト移行していくような方たちが、家庭菜園を通して、地域点在してですね、地域の小さなコミュニティユニットの中で増えていくっていうことは十分考えられます。これはですね、団塊の世代ではなくて、団塊の世代の人たちは今の農地を頑張って継続する。こういうことにね、尽力して力を注いでいる方いらっしゃると思うんですけど、これを見ている今度その下の世代ですね、団塊のジュニアなんて言われてる世代の方たちはですね、必ずその背中を見てます。この背中を通してですね、あの時親父はこういうことをやってた。あの時お袋はこういう管理をしていた。そういえばこの時期にこういうものを作っていた。要は生活スタイルがいつもそのそばに能というものがあったんですね。こういうものを見て、やがて団塊の世代、そういう人たちが帰ってきて、家庭菜園から始めて、家庭菜園のレベルはこれからどんどん上がります。たくさんのコンテンツがあります。僕も農地をたくさん持ってます。やり始めてまだ未熟者ですけど、ただ、農地をね、おろそかにしないように。まあ一つだけね、ちょっと耕作放棄地にしているところもあったりもしますけど、そういったことをですね、できるだけ出さないようにやってる方っていうのが徐々に増えてくると思います。これはですね、親の背中を見ているから、この一つに尽きると思います。自分本位で、物事を捉えて考えていくっていうだけではなくてですね、やっぱり地域を通してですね、こうあり続けたいっていう具体像ですね。イメージ、ビジョン、こういったものをですね、しっかりと持って楽しんでいけるような家庭菜園が今後生まれてくる。これがより発展して、今の先ほどの問題をですね、大きな大規模で解決するわけではなくて、小さなコミュニティとしてですね、解決していくようになるんではないのかなって思います。まあ、今ね、大規模化大規模化なんていうことをね、よく言われています。まあ確かにね、大規模化っていうのもあります。ただこれもですね、わかりません。わかりませんっていうのは、未来のことは誰もわからないので、まあ少なくともですね、わかってることは、親が何をしていたか、おじいちゃんおばあちゃんが何をしていたかっていうことは、これだけはわかると思います。なぜならその背中を見ていたから。それ以外のことは多分わかりません。誰もわからない。未来のことは誰もわからない。でも、少なからずともこの努力する方向というのはですね、見ることができるんじゃないかなと思うので、多分、団塊ジュニアの方たちがですね、少なからずとも気が向く人たちが少しね、出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、やりたくないよっていう方もね、たくさんいると思うんですけど、そういう人たちをね、無理にやらせるっていうのは、あまり良くはないかなとは思うんですけど、まあ、できればね、政府の力を借りないで、主体的に自分たちで、物事を解決できるように、そして、自分たちの未来は自分たちで作れるように、努力できる方向っていうのをですね、見定めてですね、まあその方法をですね、選択していただければね、まあいい未来になるんじゃないかなっていうふうに思います。ということでね、まあ本当ね、ちょっとね、今日ね、辛い話のようなんですけど、明るい未来も少しあるかなっていうようなね、ちょっと話をさせていただきました。多分ね、これ賛否あると思うんですけど、ぜひね、これ公開させていただきますので、皆さんのね、考えるきっかけの一つになっていただければと思います。多分これね、
全国で起こってる問題ですよね。もうすでに起こってる問題、そういう地域もあると思うので、いろいろね、ご意見があればですね、いただければと思います。ということで、今日の動画、良かった方は高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。では今日お金で終わりにしたいと思います。どうも。